皆さん、こんにちは。バンチャンネルでございます。去年、今から春休みのキャンプに、愛媛県のですね、西条市のですね、石鎚山ハイウェイオアシスキャンプ場まで、行きます。今、大阪なんですけど、ここからね、距離にすると322キロ、4時間4分ということなんで、まあ、今日はね、1日目ということで、大阪から石鎚のハイウェイオアシスまで行きます。確かね、16時、チェックインやったんで、まあ、ゆっくりゆっくり行って、まあ、大体4時間、だから今が11時48分、まあ、12時だとして、そうだな、14時、14時ってことはね、16時、4時、まあ、チェックインのギリギリぐらいにつけるかなというような感じがしております。まあ、今回ね、バンチャンネルでね、ちょっとこれから、まあ、キャンプシーンということもあってですね、いろいろキャンプのハウトゥー動画とか、まあ、石鎚山ハイウェイオアシスの、紹介なんかしていきたいと思いますので、まあ、何回かに分けて、お楽しみいただけたらなと思います。それじゃあ、まずはですね、大阪から愛媛の方まで安全ドライブでいきます。ちなみにね、今回めちゃくちゃ、荷物が多くなっております。はい、すごいですね。また後でこれもね、どんな感じで荷物積んでるのか簡単にご紹介できると思います。それじゃあ、ぜひ最後までお楽しみください。レッツスタート。楽しいキャンプにしましょう。バイバーイ。行きましょう。はい、でね、大阪北部から石鎚ハイウェイオアシスまでのアクセスなんですけど、 Google でね、調べたところ、まあ、2種類の経路が出てきます。これが第一経路ですね。3時間52分で淡路島経由ですね。で、こっちが、はい、瀬戸大橋経由でね、はい、今3時手前です。2時40何分ぐらいなんですけど、瀬戸大橋の与島サービスエリアですね。ここで、ちょっと遅めなんですけど、お昼ご飯食べます。めっちゃ遅め。めっちゃ遅めや。ずっとね、運転してて、初休憩ですね。だ3時間ぐらい運転してたんかな。めちゃめちゃすごい。ちょっと俺映すよりも、あなた寝すぎやわ。すげえ。で、何よりね、岡山通ってずっとここまで来たんですけど、急にね、この瀬戸中央自動車道が入ったら急に人が少なくなったっていう、さすが、まあ、四国というか香川といった感じですね。はい、まあ、僕ら目指すね、愛媛までもうちょっとです。じゃあ、ちょっと向こう高台行ってご飯食べましょう。電車電車けど全然見えないね。ああ、音は聞こえるな。あ、ちょっとだけ見えた。多分あれ下行ったら見えるんちゃうかな。だからこれ橋の真ん中に電車通んねん。だから上が高速道路で下が電車になって、人がこれ歩かれへんねんな。人歩けたら結構すごい橋やと思うねんけど、あ、まだそれでできたんがあっちのしまなみ海道やな。そういうことやな。あ、今お昼ご飯食べてます。はい、てか食べてますか。今から食べます。とかも見えたらな。そうそうそう。俺も大野田、これ高速から降りてくるときに線路見えたから、電車見えるかなと思ったけど、音は聞こえるね。取れた取れた。あ、なんかええや、最後なんか2聞階こえ建てやたな。みたい2な。階建てやな。あ、そうか、さっきのは香川行く方やから見えんかったやん。これ岡山行く方やから見えんねん。台湾のな、高雄の空港に似てんねん。日本一夕日の美しいスポットが。そう、すごい。日お、トンビア、すげえ。ミキキキキあ、そうか。いや、ここから、あ、来た来た、なんか、富士トランスっていうのが来たよ。貨物あれ。やな。あ、貨物か。船の方？大変なことかと思った。なかなかええやん、これ、景色。なんかテレビ。そこ行タチションの話どうでもええやろ。瀬戸大橋とオーレンス橋が姉妹橋。ノルウェーかスウェーデンか。ノルウェーちゃう。ていうかさ、姉妹橋っていう概念あんねんな。これ初めて知ったわ。はい、本邦初公開、キャンプの車の中身です。ここに一人座ってます。すごいな、これ。ちょっと見てみよう。すごい機能的なんやけどね、これ。これ錆びてる。え？あ、これ錆びてるっていうのです。今朝結構大変やったもんな、これ設営すんの。うやな、ちょっと時間かかったな。なんかこだわってる部分とかあんの？え？まあまあ、これやな、やっぱこだわってんの、そうやね、この部分。取り出しやすこれ。これはね、家に帰ってもこのままで、キャンプ場行ってもこのままで。ああ、なるほどね。でも次の私のやりたいのは、ここの中に入っているものを一つのコンテナ、ここの上にちょうどポコッと乗るぐらいのコンテナに収めたい。ああ、なるほどね。で、このカゴの中に持っていく食料品を入れて、そしたらすごい
入れるのが楽になるかな。あ、やっぱりこう設営撤収がな、そうやね、楽なんが一番やから、うん、やっぱね、カゴはね、ザクザクと入れるのはいいねんけど、いざこう積むとなる、うん、そうやな、あの結構この取っ手が邪魔やったりとか、こっから出てるやつが天井に当たったりとかして、うん、まあまあけど結構洗練されてきたね、うん、じゃあちょっと、はいはい、はい、じゃあ、キャンプ場目指しましょう。はい、5時52分石槌山のハイウェイオアシスのフリーサイドのキャンプ場到着いたしました。まずね、何より、桜がめちゃくちゃ綺麗に咲いててびっくりしました。でね、僕ら一応この一番に泊まってくれっていうことなんですけど、ちょっとね、電源、あれが電源なんですけど、電源からの距離が遠いんで、今ね、あのその隣にある10番の方ですね、あっちを今交渉してますけど、ご覧の通り1から10です。誰もいません、誰もいないです、うん、愛媛西条最高でございます。はい、じゃあ今からちょっとあの もうね6時近くて、あの日が落ちそうなんで、はい、急いで、設営したいと思います。あの一応鍵が1番やから、うん、10番に変える、はい、じゃあ今から設営です。とりあえずあのそこの10番取れましたんで、ちょっと荷物出して、あと鍵を今1番の用の鍵もらってるんで、10番の鍵返さないとダメで、これ出してからちょっと僕が車で行ってきます、事務所まで。あ、行ける、おおおお、こんな設営の様子を映すべきかどうか分かんないですけど、あ、ちなみにあのこれが電源ですね、電源、はい、とりあえずちょっとこれ下ろします、今から、はい、大方、はい、なくなりました。あ、水な、 お水汲んできて、はい、骨汲んでくる、はい、こんな、これが車の中に入ってました。すごい。じゃあちょっと今からとりあえずね、このスノーピークのね、タープ&テントセット貼ります。これめっちゃコスパいいんで、今売ってんのかな、売ってたら買ってください、めっちゃいいです。これ電源です。はい、だからここにお尻が来た方がいいねんな。ちょっとね、もっこりしとるやろ。あ、もっこりしとるな。だから、うん、からとりあえずまあ、でん、この電源の位置からこう見て、まあ、平たいはまあ ここら辺やけど、ただここでちょっと遠いやろ。まあ、けどだからじゃん、こうしたらいいんじゃん。こうやって、こうやって、こうやって。で、そっちをお尻にして。入り口、出入り口どっち？出口向こう。出入り口向こう。うん、向こう。そっちの方が良くない。だってこれ駐車場そこやからさ、まあ人もそんな来おへんやろうけど。あ、うん。じゃあちょっと閉めますわ。あ、じゃあまあとりあえずちょっとあれやな、下のあれをきれいにしようか。あ、ちょっと待ってな。あの石とか取ろう。2日目朝のテントの様子です。ちょっと昨日ね、夜もう真っ暗やったんで取れなかったんですけど、昨日ずっと雨が降ってたんで、今ちょっとその雨をですね、こう落として、いました。だいぶあの降ってましたね。だいぶ積もってました。まあ、このスノーピークのね、タープのテントセットのテントが比較的あの撥水効いてるんで良かったです。はい、じゃあ今から、朝食ね、はい、じゃーんとね、オープンエアキッチンということでね、いただきます。先ほど道の駅というかハイウェイオアシスで買ってきた食材も含めていただきたいと思います。はい、おはようございます。翌日ですね、3月25日なんのかな、今日は雨です。昨日のね、初日の2時半ぐらいから雨ポツポツやってきて、今朝も降っております。なんかね、キャンプ場、フリーサイドのキャンプ場からちょっと行ったところにこのウェルカムゲートっていうところがあったんで、そこに車を止めて、でこれはだから石槌山のサービスエリアなのかな、ハイウェイオアシスじゃなくて、はい、サービスエリアでちょっとあの顔洗ったり歯磨きしたりとか、あと朝食ねちょっとないんで軽く買ったりとかするっていうね、はい、2日目でございます。バンチャンネル春休みのキャンプでございます。愛媛県は西条市の石槌山ハイウェイオアシスに来ております。いや、昨日はね、あの良かったですよ、ずっと寝れて。ただね、なんかね、あそこあのこのハイウェイオアシスの搬入口になってるらしくて、結構あの宅急便の車が止まったりとかしてたんで、まあ騒がしいは騒がしいかなと。あとちょっとこの高速道路の あれがモンベルですね、これあれがモンベルですね、はい、昨日あそこで受付しました。だからちょっと気になる人には、気になるかなっていうような感じでしたね、はい。まあ、ただ僕らはあんまりそういうの気にしないので、あのゆっくり寝ることができました。では2日目を楽しみたいと思います。行きましょう、よろしくお願いします。みかんうどん、これローケンまんじゅう売っとったな、うん、しかもここ嬉しいことに、どうや Wi-Fi どれや、これか、うん、Wi-Fi 使えるみたいな。ちょっとあとでラジオの更新とか YouTube の更新ここでやろうかな、うん、はい、ここで
良かったです。これ YouTube とか見たらダメ。はい、じゃあ行こうか、うん、じゃあとりあえずまた向こうのモンベルの方行きます。そう、 20% か 20% 県人はみんな知ってるらしいんですよ。この中にかまぼこが入ってるらしいです。あ、これまだここにはいろいろおもろいな、これ。はい、オアシスでいろいろ買い物しました、こんな感じになってましたね。合計で1282円ということで、結構あの半額もんが多かったんで、まあ、この値段になったかなと思います。ちょっと簡単に見ていきましょうか、これなんだろう、はるかですね。はい、はるか200円、美味しそうです。でこれはなぜか娘が欲しがってたあのエコたわしですね。はい、手芸品で120円ということです。で これが実はねちょっと僕ら欲しかったやつなんですけど、みかんパン6枚切りでございます。これまあまあええ値段するんですよね。確か420円ぐらいしたと思うんですけど、はい、このなんか可愛い顔が書いてるんですけど、前来た時もねこれ買って結構美味しかったんで、はい、これを一気に買いました。ちゃんとね、切ってくれてるんで、まあ食べやすいかなということですね。で他には、これ半額品ですね、いちご大福でございます。3個入りで半額でした。でこっちも半額ですね。半額ハンターみたいになってますけど、かしわ餅でございます。はい、これ子供喜ぶかしわ餅。はい、であとこれがねちょっとすごい、まあ、あのこういうとこならではって感じで、ニラ、70円でこれまあまあ安いと思います。これ多分あのニラ玉とかにね今日すると思います。そんなもんかな。はい、あと最後に、あ、これねちょうど僕らが買う直前に半額シールになったんですけど、なんか赤カブのあの漬物みたいなやつですね。はい、150円の半額ということに、なっております。はい、以上です。じゃあちょっと今から、今ねちょうどこれちょっと見ますか、ここにいるんで、はい、ここね、ここにいるんで、これからちょっとまた、キャンプに戻りたいと思います、朝食です。コーヒー入れました。でこれがさっきハイウェイオアシス買ってきたみかんパンですね。すごいみかんが綺麗に練り込まれてます。美味しいよ。美味しい。なんかパサパサしてないらしいな、うん、はい、あのだから要はバターとか多分使ってんやろうなと思うけど、はい、じゃあいただきます。いただきます。3本入れとった昔な、うん、美味しいな。今やったらありえへんことやで。これ絶対生で食べる方がいいよね、焼くよりもな、うん、魚のソーセージ食べるやったら食べるな。めっちゃ美味しい。まあこれをこの石づちのキャンプ場で食べるのがまた価値あんねんな。うん、あこ甘くて美味しい。はい、はるかです。だいぶあの皮があれやな、分厚い、うん、これもピールにできそう。いやピール高かったな、やっぱりあんだけで300いくらとかやっぱりすごい手間かかんねんな、うん、またちょっとこっちで分担かなんか買ってピール作りたいけどな、うん、おいしい。じゃあちょっと俺はもう男食いでこのままいただきます。うまい、うまいな、うわっ、種あ、これはうまいわね、美味しいね。はるか、うん、最高。今あの白いのはるかの皮をねかじったらこれめっちゃうまい。え、なんだ、みかんの皮ってこんなうまいん。これ洗った方がええんかな。食べてみちょっと、ほんまうまいから。うまない。え、いや多分な、うん、私思うんやけどな、レモンがかかってるからな、これ。ああ。で皮美味しいんかもよ。これ全然あれやん、ピールなんかせんでもこのまま食うたらええやん、うん。絶対色的にこれレモンが絶対かかってると思うね。普通に食えるやんこのまま。これを普通のみかんの皮なら食ったことある。ピールがええんじゃん。これピールしようか。うん、美味しい。みかんの皮なら食べたことある。だからあれやけど。ああ。まあ、そがこのガスで。火をこぼしてしまいました。すいません、あのこれ蓋がパカンと開けて、はい、ダメですねこれ。けどこれは食べますよまだね。はい、はい、気を取り直して、2回目のコーヒーです。第3になりました。あのねこのお湯入れのね蓋がねすぐに開いてしまうんですよ。でこれを傾けたらこれいつもパカンって開いて、そこからダバーってこの辺りもコーヒーが散乱してしまいました。2回目のコーヒーでうまくいくか。はい、今回ね使ってるコーヒーがこちらの有機栽培コーヒーですね。これ近所のスーパーで買ったんですけど結構うまくて、はい、リピートしてます。よかったら皆さんも試してみてください。あ、
ホンジュラスコロンビア産の豆使ってるらしいで。どこやホンジュラスって。おい、あ、はい、いい感じで沸騰しましたんで消します。そうで、さっきはねこの蓋が外れたんで、ちょっと指で押さえますね。まずは蒸らし。いや、あのね、僕はあの、まあ、今ねこの石づいてのハイウェイオアシス、ここですね、ここで、バンチャンネルキャンプしてるんですけど、あのこれテント、そこ駐車場ですけど、なんかこうやってあのキャンプ動画撮ってて本当思うんが、キャンプ系 YouTuber さんたちってすごいねおしゃれな、まあ、キャンプ動画作られたりとかね、すごいためになるキャンプ動画すごい多いと思うんですけど、あのやっぱりこう実際にこうやってテント張って寝泊まりして、まあ、食事も作ったりして思うんですけど、あれすごいですよね。みんなあのなんかすごい楽しそうな雰囲気でね撮られてるんですけど、あれ実際多分めちゃくちゃ大変ですよね。キャンプしながらあんだけいい動画撮るのって、もう僕なんて本当気づいた時にこうやってルミックス G8、ね、カメラ取り出してこうやって撮ってますけど、あの、ね、音質とか画質とか照明とかにもこだわって、まあ、動画の構成もねすごいしっかりしてっていう感じで、本当にあの仕事ですよね。だからあのこうやって実際にあのキャンプ動画撮ってて、キャンプ系 YouTuber さんの、まあ、凄さっていうか大変さっていうのがよくわかるんで、まあ、余計にその動画をなんていうんですかね、こうありがたく見えるかなというようなこともちょっと今思っております。まあ、そういうことが思えるのもね、こうやって何もない目的、まあ、今回はねあのお墓掃除っていうのが第一にありまして、僕の妻の田舎がこっちの方なんでね、あのこれちょ今日ほんま行こう思ってたんですけど、ちょっと天気悪いんで明日ぐらいかなって感じなんですけど、まあ、そういう目的があるんですけど、他はねもう何もないんですよ。単にこう宿泊費浮かしたいからって言ってキャンプしてるだけなんで、だからただそういうなんかもう目的もほんまに一つだけに絞って、こうやってゆったりキャンプしてると、そういうねあのキャンプ系 YouTuber さんのこう苦労だったりとかね、そういうことも見えてくるんでね、やっぱりこういう無目的のキャンプっていうのもすごいおすすめしたいなと思っております。じゃあちょっとコーヒーいただきます。あ、ちょっとお湯入れすぎたかな、まあ、けど今回はあのバーならなかったですね。よかった。あのいつも思うんですけど、このコーヒー入れた後のこのフィルターとかってなんかね捨ててるんですけど、すごいもったいないですよね。なんかいい方法ないんかなっていつも思ってるんですけど、はい、あの解決しないままいつもこうやってゴミ箱に捨てさせていただいてます。これちなみにさっきあのコーヒーあのこぼした時のあのコーヒーがまだねゴミ箱についてます。 あとねこれ結構いいですよ。これ100均で買ったんですけど、こうやってね小さく、ちょ今小さくしないですけど小さくして、で使う時はこうやってここにこうやって乗せてね、フィルターでコーヒー入れるっていう、これ結構おすすめですね。まあ、安定感あんまないんですけど、安くて使いやすいかなと思います。あ、いいっすね外で飲むコーヒー。ちょっと入れすぎた。あ、美味しい。うん、最高。